ルルカは、静岡市、オムニバスタウン事業の一環で開発され、製鉄グループが提供するグループポイントカードを基本機能とし、製鉄電車及び、静鉄ジャストラインの一般、受託路線バスで共通利用可能な非接触型 IC、カードシステムによる乗車カードとしての機能を付与させたり、同社がクレジットカード会社と提携して発行するカードブランドの総称である。発行。 運営は、静岡鉄道内の、静鉄カード事務局が行っている。IC 乗車機能を持つルルカであっても、電子マネー機能は搭載されていないと目されたが、その後実装している。ルルカは、造語で、ルルカのルルは、英語で、目立つ人、素敵な人という意味がある。正式名称は、静鉄カードルルカ。タッチゴーの動き機能によって4種類がある。 新静岡セノバや静鉄ストアなどでの買い物の金額に応じてポイントが貯まり500ポイントに達すると静鉄ストア各店新静岡セノバ地い5階藤枝ゴルフクラブに設置の発行機にカードを挿入し操作することにより額面500円単位で製鉄グループ各社各店の商品サービスに金券として支払い可能なポイントギフト券と交換できる。なお、 一部の商品、サービスには引き換えできない。旧、新静岡センターで発行されていたセンターポイントカードの後継にあたる乗車カードの機能はない。なお、静鉄ストアの一部店舗では新規での発行を行っていないため、今後すべてルルカパサールとルルカプラスに統一される模様。ルルカポイントのポイントカード機能に加え、静岡鉄道、 静鉄ジャストラインで共通利用可能なプリペイド方式のサイバネ企画フェリカの技術を用いた非接触型 IC カードシステムによる乗車カード機能がつく。製鉄グループの共通時期乗車カード、パサールカードの後継として位置づけられる。このカードのみ発行時にデポジットとして1枚500円を要する。チャージは1000円単位で、 残額が5万円に達するまで可能。2014年2月28日まではチャージすると、金額に応じたプレミアムが付き、カードの種類によって、入金額に対するプレミアムの額が異なっていた。同年3月1日からは、電車、バスに乗った時にポイントが付き、カードの種類によって、乗車に対するポイント数が異なる。記名式と無記名式があるが、 無記名のままだと製鉄グループのポイント機能が使用できず紛失再発行もできない。無記名カードは取扱窓口で入会申し込みをすると記名カードに変更される。IC 乗車カード機能の種別は以下の通り。なお、2014年9月まで販売されていたパサールカードの電車、バス共通ピルマ専用カードに相当するサービスは ルルカでは設定されていない。上記に機能に加えて JCB との提携によるクレジットカード機能が付属。小に家族用は設定がない。オートチャージ機能やポストペイ決済はピタパ機能を持つルルカ、ピタパカードで提供されていた。ピタパのほか、クイスプ、ETC カードの追加が可能。ルルカ、ピタパカードの申し込みは まず、ルルカの会員であることが必須であった。別途での申し込みのため、カードは、イーケネットピタパやキップスピタッパカードと同様に、分離型である。製鉄グループのほか JCB カード加盟店でのクレジット利用でも、ポイントが貯まる。本校カードの年会費については、入会者年度は無条件で、無料、翌年度以降は1回でもカードによる、ショッピング、追加カードのサービス、 または、ルルカピタパカードを利用すれば無料。小に家族用カードは、ルルカおよびルルカピタパとも、2013年3月時点では、設定されなかった。カードフェースに印字された有効期限月をもって、ショッピング機能は元より乗車カードとしての機能も、創出する。このため、交通乗車残額が10円でも手持ちの旧カードに、残っている場合、 廃棄処理を行うことなく、手元に郵送された新カードと共に有効。期限月末日までに取扱窓口に持参し、カード残額の移し替え処理を要する。新カード到来時に同封される。注意紙片も参照。ルルがポイントのポイントカード機能に加え、三井住友ビザカードとの提携によるクレジットカード機能が付属。ID、ETC カード。 家族用カードの追加が可能。製鉄グループのほかビザカード加盟店でのクレジット利用でもポイントが貯まる。年会費については、入会者年度は無条件で、無料。翌年度以降は1回でもカードによるショッピング、または追加カードのサービスで決済を利用すれば無料。三井住友カードとの提携カードであるが、2013年3月現在、ピタパの追加発行はできない。 2008年3月8日から、電車全線と一部路線を除いた、静鉄ジャストラインの静岡市内のバス路線で、ルルカに定期券データを記録し、ルルカを定期券として利用できるサービスが開始された。その後、2008年10月1日発行分から、電車乗車区間を含む定期券はすべてルルカ IC 定期券に置き換えられ、時期式定期券は廃止。 バス専用の定期券は IC 定期券と従来型定期券を併売していたが2012年10月1日販売分より IC 定期券に一本化された特徴と注意点は次の通りカード提示によりポイントが付与される店舗などの製鉄グループまた製鉄電車静鉄ジャストライン沿線を中心としたドル,ルカ協力店でカード提示により 特典が受けられる。乗車カードとして利用できる交通機関は主に静岡鉄道と静鉄ジャストラインの路線バス全線そして一部の自治体自主運行バス路線である。その詳細を以下に述べる。相互利用関係交通系 IC カード全国相互利用により加盟するカードすべてがルルカエリアで利用できる。静岡鉄道電車各駅。 静鉄ジャストラインの一般の売り合いバス、自治体受託路線はピタパ交通ご利用エリアであるため、サービス内容はピタパとそれ以外では異なる。ルルカ利用可能エリアに加え、IC カード全国総互利用サービス対応エリアで利用可能なほか、ピタパ電子マネーによるショッピングも可能。ありがとうございます。